さらに盛られたうなぎのゼリー寄せ。うなぎのゼリー寄せ、またはうなぎの煮こごりは18世紀に生まれた伝統的なイギリス料理である。特にロンドンのイーストエンドの名物として知られる。ぶつ切りにしたうなぎを煮込んでから冷やしてゼリー状に固めたもので暖かくしても冷たいままでも食べられる。老舗のうなぎ料理店、M マンゼ。16世紀から19世紀のロンドンにおいて、 うなぎは安くて栄養があることから、庶民にも手軽な食材として親しまれており、特に貧困層にとっては主食として扱われていた。かつてのテムズ川にはヨーロッパうなぎが多く生息し、ロンドン市内を流れるあたりでもうなぎを取る漁網が仕掛けられていた。テムズ川でうなぎが取れた時代の名残として、テムズ川にはイールパイアイランドという小島が存在する。18世紀のロンドンに、 イールパイマッシュハウスと呼ばれる形式のうなぎ料理店が出現した。現存する最古のこの種のうなぎ料理店、エムマンゼは1891年創業である。第二次世界大戦期の食糧難の際にも、うなぎは配給性適用外の貴重な食品として人気があった。うなぎのゼリー寄せも、こうした庶民の味覚の一つとして生まれ、20世紀に入ってからも、 ロンドンの市場や競馬場、パブの前に出された数多くの屋台で売られていた。20世紀後半に入ると、イギリスでは、うなぎの人気は大きく低下した。安くて、栄養のある食材への需要が減った上、他の食品が選択肢として増えたことや味の思考の変化により、うなぎの占める地位は、あまり重要ではなくなったのである。 うなぎ料理の本場のイーストエンドでも従来の住民の多くが郊外に移住するとともに外国人が流入、うなぎを扱う店は減っている。例えば第二次世界大戦が終わった頃、ロンドンには100件以上のパイマッシュ店があって、うなぎのゼリー寄せを提供していたが、1995年には87件となり、以後も減少が続いている。テムズ川の水質悪化により、 うなぎの漁獲が減った影響もある。1960年代以降には水質が改善し、うなぎの放流が行えるまでに回復。環境局もテムズ川での漁業を支援しており、タワーブリッジよりも上流でならば漁網の使用を許可しているものの、うなぎの人気は回復していない。2000年から21世紀初頭では、ロンドンでうなぎのゼリー寄せを扱う店は、 若干のパイアマッシュ店が残るほか、少数の屋台や一部のスーパーマーケットで売られている程度となっている。例えば、チャペルマーケットでは、以前は3から4軒のうなぎゼリー寄せを売る屋台があったが、今は1軒のみとなっている。ビリングズゲート魚市場ではうなぎを扱う、卸売商は1軒だけとなり、この店が作ったうなぎのゼリー寄せが、ロンドン地域の小売り店の多くに卸されている。 また、イーストエンドのパイマッシュの店で扱ううなぎもオランダから輸入品である。ボールの中で固められたうなぎのゼリー寄せ。伝統的なレシピでは材料に使ううなぎはイギリス国内産の生きたヨーロッパうなぎである。通常、うなぎは網を筒状にぶつ切りにされた後、すっと水にレモン汁やナツメグを加えたもので煮込まれ、さらに煮汁ごと冷やされる。うなぎは煮込めば、 コラーゲンなどのタンパク質が溶け出すので、冷やせば自然にゼリー状に固まった煮こごりとなる。もっともゼラチンを加えて固まりやすくすることもある。レシピは店ごとに異なるが、ビクトリア朝以来の伝統的なレシピでは、取材料と調理法は共通しており、ただ風味付けに使うハーブとスパイスの配合に違いが見られる。レシピの一例として、1970年代に、 アメリカのノースカロライナ州で、うなぎの販売促進用に作成されたパンフレットには、以下の容量が載っている。うなぎ1ポンド450グラムを12.5センチメートルの長さにぶつ切りにする。うなぎの皮は剥いてもそのままでもよい。ひたひた程度の塩水とレモン1個分の果汁、ローリエ1枚を加えて、弱火で2時間煮込む。煮込んだら、素早く冷やし固める。 うなぎのゼリー寄せは、普通の酢、またはチリビネガーをかけて食べられる。ゼリーの中のうなぎに胡椒を振りかけて食べる場合もある。屋台などでは、大きな容器で作られたうなぎのゼリー寄せを注文に応じて一人前に小分けして売っている。客は適宜、店に備え付けの酢をかけて食べる。イタリアにもよく似た料理があり、その名も、アンギラと呼ばれ、バルサミコ酢をかけて食べられることが多い。 フランスやドイツでは、うなぎのアスピックと呼ばれる。1938年にフランスで観光されたラルース料理百科事典にも45種のうなぎ料理の一つとして、うなぎのアスピックが収録されている。ありがとうございます。